ゴールデンウィークやばいかな。半分。今日はね、このマルタイラーメンで作る冷麺です。冷麺って作れるかどうか分かんないけど挑戦してみました。あ、おー、うまい。冷麺だ。おー、これはすげえうまいよ。すごいうまい冷麺になってる。麺がどうか。冷やし中華4分ってあるんだけど、4分だとね、もう少し歯ごたえが欲しいんで3分にしてみました。おー、うまい。これはうまい。きゅうりがうまい。これラーメンのスープが入ってるから冷麺って言うべきか冷やしラーメンって言うべきかわかんないけど、冷麺の作り方で作ってんで、今日は冷麺です。のせる具がなかったんでね、チャーシューとかメンマとか乗っけちゃったから、
ラーメンっぽくなったけど。これはうまい。本当うまい、これ。なんて表現したらいいんだろう。うん。でも冷麺なんだよね。麺はラーメンなんだけど。うん。麺がうまい。あの細い冷麺の麺に負けてないね。3分茹でのコシがあった方が良かったのかもしれない、うん、あんまり麺が柔らかくなっちゃうと頼りなくなっちゃうね。中華麺で作るよりこの棒ラーメンで作った方が全然美味しいみたい、うん。あの100均で買ってきたシェイカーが良かったよね、うん、氷と一緒にスープの量が測れちゃうやつ。おうまい。これは最高にうまい冷麺ができました。うん、ああ、ごちそうさま。